はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、先日、データが消えまして、コメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。普通に進めるよりも、縛りをやった方がいいんじゃないかということなので、全縛りで、ちょっと行ってみようと思います。この全縛りの中で、防具が装備できないのは結構きついかなと思うんだよね。で、主人公がやられたら全滅っていうのもきついね。いや、何にしてもね、全部きついかな。まあ、とりあえず、進めてみましょう。この縛りはね、消せるみたいなのよ。消せるけど、つけることができないみたいなんだけどね。まあ、消さずになんとか行きましょう。オーガで言ってたんだけども、ちょっとね、ちっちゃな女の子なので、ドアっ子にしようかな。ちょっとドアにしていきましょうか。初めてドアでスタートしますけども。はい。どんな感じなのか行ってみます。全縛りだ。いやー、厳しいっすね。今、レベル3なんですけど、スライムと戦っても、経験値もらえない。いたずらモグラは？うわ、もうダメか。このなんだろう。弱いやつ倒してもレベルが上がらない？経験値もらえないっていうのが結構辛い。これは厳しいな。そしてね、敵が強いのなんのって全然倒せないよ。多分元の強さの2倍かな？これは。これで防具装備できないっていうからね。これは相当きついよ。しっかりとね、手前でレベルを上げて、ボスたちに挑んでいかないと、これは勝てないんじゃないかな。最初のボス来ましたね。普通はこれ防具装備してくるよね。で、今、レベルは8ですね。もう敵を倒してもレベルは上がらないぐらいまではなりましたけども、強いんでしょ？呪文がホイミヒャドですね。で、特技が花吹雪あるので、幻惑にかけることはできるけども、意味があるのかどうかだよね。まあ、一応してみましょう。あ、熱い、むちゃくちゃ効くじゃん。ちょっと待って待って待って、マヌーサの意味がほぼない。ちょっと待って、これ死ぬんじゃない？負けるんじゃない？あ、いや大丈夫だ。こういう動きがあるならまあいけるな。え、でもきつっ。いや、もうこれちょっと、自利品だよこんなんじゃ。とにかくマヌーサに、して、その後にホイミで耐久しつつ、いや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 、 MP が切れるぞこれ。 MP 切れちゃうよ。でも隙を見てね、攻撃を入れながらやらないとどうもできないんだよね。わー、これはきつい。とにかく花吹雪、これ花吹雪なかったら負けるぞ。いやー、 MP 消費激しすぎ。よし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 、やばいやばいって。これはちょっときついな。待って、もう MP がないよ。まだ敵の HP まだ白なんだけど、これはちょっと厳しいって。いや無理だ、勝てない。ちょっと待って、これ勝てないわ。これどうする？無理じゃない？お金半分になった。そうだ、分かった。防具はできないけど武器は買えるからね。武器を最初のやつじゃなくてレベル上げていかなきゃいけないんだ。武器を。180か。
いやでもそんなに攻撃力上がんないよ。うん、まあまあとりあえずそうね、盾とこれを装備していきましょうか。いやこれ勝てないな。どうするか。もうレベル上がらないぞ。あ、外で上げればいいのか。なんだって、盾も装備できないんだって。盾ができないのかい。厳しいな。まあいいや、とりあえず羽扇装備してこれでいくぞ。再挑戦。レベルが10だね。10まで上げてます。これでどうだろう。一応ね、ルカに覚えたのよ。なのでどうしよう。まずは花吹雪でマヌーサでしょ。いやー効かねえのかい。いやいやいや、でももうこれで耐えるしかないんだよ。オッケーオッケー。でも食らうんだよな。いやルカにあんま意味ないか。たまにこいつボーっとするから、そん時にルカにやら回復やら入れていけばいいか。27与える。うんうんうん、これぐらい与えればまあいけるんじゃない。ダメージはもろ食らうけどね。でも3回に1回ぐらいこいつ休むからね。そん時にしっかりダメージ与えていけば OKOKOK いいんじゃない。もうマヌーサとかじゃなくって、もう行った方がいいんじゃないの。ルカには入れた方がいいでしょう。ギャーちょっと待って。オッケー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 、いいよ。まだホイミも使えるから。まあちょっと待て。敵の名前の色が全然黄色にならない。オッケーオッケーオッケー。こっから本番だよ。メラは、食らうなぁ。いや、ちょっと待って、これ、ルカニが切れるまで、耐久してた方がいいような気がするなぁ。オッケー。ちょっと待って、これさ、入れずに叩いた方が、いいよね。ホイミがもう、使え、あと3発だもんな。21だったらいいんじゃない？オッケー、いいよ。勝てる気がする。いけるな、まだいけるな。よし、オッケー。ぼーっとした。 HP 赤、もう少し。よしいける。あー、これはさすがに次は回復しないとまずいね。36、まだか。回復だ。これルカに入れずに普通に行った方が良かったのかな。うわー効くね。ちょっと待て。いや、あと2発ぐらいでいけるっしょ。やった、いけた。強いよ。一発目のボスからこれかい。きつい。はい、ということで今日から全縛りで、やっていきたいと思います。もうほんとね、難しい。いや、難しすぎるかもしれない。まあでも、行った人もいるだろうしね。ちょっとこれで、やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。